日が昇る、空が燃える、世界が目覚める。元気に行こう、元気に行こう、夜明けのオカマたち。あら、やだん。お客さんいい男。ハロー YouTube。イスズのギラは、ギガは嫌いですけど、イスズヘッドライトは大好きです。はい。木曜日担当の岡村みすずよん。はい。懐かしいな、これね。はい。では、やっていきましょう。題して、トラック野郎の奥さんは浮気するのかについて やっていこうと思います。これはですね、すべて私は経験ありませんが、私はその経験ありませんが、で、ノーコメントとしますが、私がすべて聞いた話です。はい。なのでね、私の見解が 100% なのでね、私の意見に対してどうのこうの言うのはね、OK ですよ。OK ですよ。はい。はい。では、やっていきましょうかね。でね、昔、まあ、無線の友達なんですけどね。無線の知り合いというか、友達ではないですね。無線の、まあ、つながった人の話なんですが、旦那が長距離に出かけてるときに、奥さんは一体何をしてるのかと、まあ、いうことなんですが、で、いろいろ無線仲間だと、無線仲間、まあ、トラック運転手仲間だと、何と言いますか、まあ、仕事の内容分かるじゃないですか。例えば、大阪に行ってるんだったら、いつ大阪出たか。で、あいつがいつ頃帰りそうなかと。というのがもうすぐわかるわけですよ。なのでね、そのね、奥さんにちょっかいを出すという、不届きな運転手もいたようです。はい。でね、まあ結果、奥さんが逃げたと。言った、笑うに笑えない話なんですが、そういった話がね、あります。はい。なのでね、運転手同士のつながりもいいですけどもね、運転手ってね、悪いけれども、中には悪い人もいます。はい。あいつの奥さん、綺麗だから、ちょっと寝とってやろうかい、みたいなね。そういうね、人もいます。なのでね、奥さんはね、結婚するんだったらね、奥さんね、ブスの方がいいですよ。ブスだったらね、誰も近寄らないと。で、ブスはブスでね、やっぱりいかんか。あいつ、要はあんな女と結婚したな、みたいな。感じでね、言う人もね、いました。はい。あの奥さんは、すごいなんか化粧が濃いくて、なんであの口紅みたいな感じで、いや、いいじゃないか、人の奥さんなんて。ねえ、そんな、好きで結婚してるんだから、いいじゃないのと。中にはそういう人もね、いないと。世の中ね、美人ばっかりね、売れていくとね、不公平ですよ。やっぱね、ブスもね、売れていかないと。いい件ですよ、これは。ね、不公平ですよ。なのでね、迷惑しますよ。美人ばっかりね、早く売れたら。ブスもね、早く売れてくれないと。ブスほど早く売れてほしいですね。でもね、ブスの方がね、結婚早いですね。どういうわけか。多分ね、計画してるでしょうね。この人を逃せば、私はもうもらえてごらんと。
いう感じなんでしょうか。わかりませんけれども。はい。で、かつてね、なんか、言いましたね。で、ね、寝とってやろうという、不届き者のバカ者がいますからね。なんだお前は、と。まあ、そういう人は、まあ、私の知り合いの中には いませんけどね。よその奥さんとやってやろう、みたいな感じで、いませんけどね。はい。本当ですよ。本当ですよ。よその奥さん、寝とっちゃいけませんよ。でね、これも昔というか、まあ前の動画で言ったことがあるんですけど、あるかと思うんですが、まあ九州の運転手さんでした。私がね、まだ30代かな。まあ30代でしょうな。30代の前半の頃かな。まあ、九州、熊本の人だったんかな。まあ、トスでね、トスでマイナスしよったんですよ。で、マイナスしよった、する前か。朝ね、荷下ろしする前にね、荷下ろしをする前にですね、まあ、運転手同士がね、まあ、基本、同じ卸しバスだったら、まあ、会社が違う運転手同士でもね、まあ、喋るんですよ。ね。たわいもない会話をするわけですわ。今日は、ここを下ろして、どこそこまで積みに行かなあかん、みたいな感じで。ね。で、昨日は、どこそこでマイナスして、そこでセットして、ここに来たんだよ、みたいな感じで。まあ、いろんな、まあ、運転手同士で話すと言えば、まあ、そんな話ですわ。で、そんな中でね、その、運転手さんはね、すごい、ギャンブルが好きと。ギャンブル、パチンコが好きと。パチンコに、ボートもやるのかな、オートレースもやるのかな、競輪もやるのかな、よく、わかりませんけど。まあ、とにかくね、ギャンブルが好きと。で、そもそもね、そういう話になったのはね、国道9号線。国道9号線のどこだ、あれは。もう忘れてしまったな、あれは。鳥取じゃない、兵庫県。兵庫県かな、福井県かな、まあいいや。ちょっと忘れたんですけどもね、駐車場がね、すごい広いパチンコ屋があったんですよ。で、大型がね、いつもね、4、5台は止まっている。で、まあおそらく九州の運転手だろうと。まあ九州の方すいません。九州の方が、ギャンブル好きというわけではありませんので。でね、まあ話の中で、まあどこそこのパチンコ屋によく九州のトラック止まってるよねってよ。いう話をしてたんですわ。そしたらね、お、俺もね、パチンコ好きたい。俺もね、パチンコ好きたい。ギャンブルはね、好きたい。みたいな感じでね。で、そっからね、火がつきましてね、その、おじさんが。で、給料のほとんどをギャンブルに使ってしまうと。で、だからね、自分の奥さん知らん間に逃げてしまったという話をね、してましたね。で、まあ家にはね、3ヶ月帰ってないと。で、まあそんなある日、家というか、アパートに住んでたらしいんですよね。で、久々にアパートに帰ってみたら、表札が変わっていたと。で、知らない人が住んでいたと。これもね、笑うに笑えない話ですわ。はい。で、まあそのおじさん曰く、まあ、こんなギャンブル狂いの旦那だったら、まあ奥さんはいつか逃げると思っとったとよと。思っとったとよと。そんなことを言ってましたね。はい。で、そこの会社のね、若ドライバーがね、まあ、
20代の 人だったんでしょうけれども、まあ当時ですね。で、まあうちの会社に今若い子が入ってきたけど、まあこいつも多分知らん間に奥さんがいなくなるだろうと言ったようなことをね言ってましたわ。はい。その人もね、もうね、俺はね、家に帰ったらもうなんもな。すげえおかしかったですね、あの運転手は。はい。もう家に帰った件がもうなんもなと。もう知らなも、もうし、知らん人間が住んでたばってんが、と。なんかね、言ってましたわ、九州弁で。でも、ところどころわかるんですけどね、九州の人、ちょっと、わかりにくいですね。はい。なとこです。で、まあ、ね、もう、その若い子も、時期にもう奥さんがおらんようになるじゃろうというような話をしてましたが、いやいやそれはあなただけじゃないのと思いましたけれども、はい。まあ多分家にお金を入れないからね、あの奥さんが逃げたんじゃないのかなと思うんですけれども、はい。まあそれはね本人も自覚しておりましたわ。はい。もうね結構な年でしたよ。もうね、60も近いかな、過ぎたかな、みたいなね、本当悪いけど、ポンコツ親父でしたわ。はい。ね、大変ですよ。で、まあ、それとは違ってですね、まあ、昨日は無声の話をしたんですけれども、無声もね、よくそういったことがね、あるんですよ。まあ、パーソナル無線自体でしたけどもね、まあ、彼女がいたとして、で、まあ、彼女にも無線をやらすと。そしたらですね、まあ、結果、不仲になるんですよね。彼氏も無線をやる。で、彼女も無線をやる。で、彼氏が他の、レディース、エルコと、エルちゃんですね。無線用語で、女性のことをエルちゃんと言いますけど、まあ、エルちゃんと喋ると、焼き餅を焼くんですよ。で、逆に、女の子の方が、女のエルちゃんの方が、男と話せたら、焼き餅焼くんですよ。で、結果、ね、なんかくだらない喧嘩をやって別れるだとか、なんかうまくいかんのですよ。なのでね、やっぱね、彼女には無線はやらさん方がいいですね。はい。で結果なんかよその男の方がね良くなって、そっちの方にファーって行ってみたり、男も男でね別のなんか可愛い女の子がね見つけたらそっちの方に行ってしまうと、まあ可愛いかどうかは分かりませんけれども、なんかねそういうようなこともありましたね。はい。そんなとこです。まあ結構ね、長距離ドライバーの奥さんって寂しいんじゃないでしょうかね。やっぱね寂しいと思いますよ。で旦那ばっかりね、寂しいならいいけど、まあたまにね寂しいからよその男に慰めてみたいなけしからん奥さんもおったと聞いてます。はい。まあ本当にけしからん話ですけど、やっぱねトラック野郎の奥さんはねやっぱしどっしり家をね守ってくれないといけないですよね。旦那がいない間にね、なんか布団のセールスとね、奥さん、この布団の寝心地はいいですよ、みたいな感じで、寝転がってごらんなさい、みたいな感じでね。まあ、笑い話ではありませんけれども、ね、
その布団のセールスと仲良くなるというようなことがありますから、はい、やっぱりね、旦那は旦那で出てると奥さんがね、留守中に何をやってるかわからないし、奥さんは奥さんでね、旦那がトラックで長距離出てる時に何しているもんやら分かりませんから、はい、まあそんな面白いエピソードもまた機会があれば話していきたいかなと思います。話せる範囲でピーピーが入るかもしれませんけどね、これは NG ワードだみたいな感じで、はい、そんなとこですがね、まあ、結構ね、トラックの運転手ってね、今は分かりませんけれどもね、昔はね、やはりね、かっこいい、トラックの運転手ってかっこいいね、という時代がね、確かにありましたわ。で、やっぱり特殊な車ですからね、乗ってみたいみたいな、どんな感じか乗ってみたいみたいなね、そんなことがありましたよ。まあ本当数十年前なんですけどね、大阪の環状線、阪神高速の環状線、そこをね走ってる時にね、観光バスが来ましてね、修学旅行生ですよ。確かね、中学生だったのかな、あれは。高校生だったのかな。ちょっとね、よく覚えてないんですわ。確かね、中学生だったような、まあいいか、中学生でも高校生でもね、まあ、隣にね、並んだわけですよ。で、まあ私、こうやってね、渋滞して、混んでるな、相変わらず多いな、みたいな感じで、修学旅行のバスがね、隣にね、ふわーって来るわけですよ。ね。翔さん、妙にね、視線を感じるんですよ。まあ、視線を感じるけど、たくさん乗ってるわけじゃないですか。で、まあ、ちらく、おう、修学旅行なんか、と思って、ふーんってね、こんな感じで、はい。で、まあ、で、向こうもね、こっちを見るわけですよ、こうやって。で、まあ、あまりにも、視線をね、感じるもんで。で、窓開けてですね、おい、どこに行ったんか、みたいな感じでね、修学旅行か、って。ああ、修学旅行なんよ、みたいな感じで。で、まあね、窓開けて、確かね、滋賀の学校でしたね、確かね。はい。滋賀の学校でね、どうなこうな言いましたわ。で、大阪にね、どっかね、水族館があったんですよね。なんという水族館か忘れましたけどもね。そこに、今から行くとか行ってきたとか、なんかね、言ってましたけれどもね。で、まあ、少し話するわけですよ。で、お、そうか、滋賀から来たのか、と。お、まあ、楽しんで来いや、みたいな感じでね。で、お菓子をくれるわけですよ。おじさんってまだ30代ですけどね。おじさん、お菓子食べる?と。お菓子食べんこともないけど、まあいいやと思って、丁重にお断りしましたわ。いやいいよって、自分たちで食べなさいと。で、まあね、まあ、1分少々話したと思いますわ。で、まあ、向こうなんか楽しいんでしょうね。まあ修学旅行か遠足なのかよくわかりませんけれども。で、すごく女子が乗ってるわけですよ。もう数十人。男子が分かんなかったな。男子は、もしかしたら隣の席に座ってたかもしれない。とにかくね、女子がブワーッと見えるわけですよ。で、まあ、ね。
で、バイバイ、バイバイって手を振ったら、もう数十人が手を振るわけですよ。なんかね、私、アイドルになったような気分でね、なんか、嬉しかったですわ。はい。おいさん、おいさん嬉しかったですわ。はい。そんなね、若い子と交流はありませんから、はい。まあ、多分30代でしたよ。はい。なとこです。まあ、ちょくちょくね、そういう修学旅行はね、よく、ね、並行して走ったこともありますね。話しかけたこともありますよ。はい。なとこですが。まあ、まあ、こういう性格なので、ね、ちょっと、お姉ちゃん話しかけちゃろうか、と。たとこです。まあ、まあ、ハイテンションになってましたけれども。はい。なとこですよ。まあ、楽しい思い出っていうかね、まあ、まあ、こっちも運転だけで暇なので、まあ、こう見てね、ああ、なんかの、ノリのいい女の子だなと思って、ね。で、何かをしたのかな？てへん、って手を振ったら、もうすっごい喜んでね、あーってみんなが手を振るわけですよ。で、まあ、窓開けてから、どこに行ったんだとか、どこに行くんか、どこに行ったんかとか、どっから来たのかとか、いう話をしたと思います。はい。で、おじさん今からどこに行くのって、いや、俺は山口の人間だけど、今から高速に乗って広島に住みに行くんだよと、いった話をしたと思います。はい。まあ、ちょっと楽しかったですね、あの時には。今でも、時々思い出しますが。はい。まあね、運転手って、運転以外は暇ですからね。まあ、渋滞中に、そう、なんか来たらね、やっぱ楽しいので、話しかけたりもします。はい。よくその子たち先生に叱られんかったなとか、バスガイドになんかね、注意されんかったんかなと。まあ、今更思ってしまいますけれども。はい。そんなところです。まあ、ノリのいい人であって、はい。老人会だったらね、話しかけませんよ。そんなね、じいさんばあさんに話しかけても。ねえ、おばあさんどこに行ったのって。私はね、不老長寿のね、温泉に入りに行くたべや、と。そんなね、言われても、そんなね、どっち向いてもいいですわ。はい。そういうおばさん軍団はね、厚かましいんが多いからね、そう。高速道路でね、そういえば、まあ、日本全国至るところの高速道路のトイレですよ。ね、おばちゃんらがね、おばちゃんたちの女性軍団がね、おばちゃん軍団らがね、来たらね、女性のトイレがね、すぐいっぱいなんですわ。で、おばちゃんはね、いかんですわ。おばちゃんいかんですわ。特に関西の方のおばちゃん、いかんですわ。今だけ男、みたいな感じでね、男便所入ってきますからね。お前、一応女でねえのと思いましたけどね、ほんと、隠さなあかん方ですよ。で、ああいうおばさんはね、厚かましいけど、一人で入ってきませんね。ほんとね、二、三人引き連れて入ってきますからね。ああ、私ら今だけ男、みたいな感じで。いや、やめてくれよ、と。じゃあ、逆に、今だけ女みたいな感じで入っていったら、ほんと大変なことになりますよね。ほんと。ああ。どうなんですかね。そんな、逆の立場だったら、ほんと逮捕されますよ。ねえ。そう、おばちゃん意見は、ほんと、今だけ男みたいな感じでね、はっはって入ってきますからね。ほんとちょっと、出るもんも出ませんわね。本当。ああ。
たまりませんでしたな、あれには。はい。まあ、ちょっと話がまた脱線しましたね。はい。ドラッグ野郎の奥さんは浮気するのかから、女子高生の話になってしまいには、おばさんが勝手に男子便所に入ってくる話になりましたが、またね、こういう、なんだかしらね、面白くないかもしれないけれども、面白くないかもしれないけれども、まあ、またこういった昔話の、まあ、ちょっと、私だけかもしれませんが、面白い話があれば提供したいなと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。トゥース!